投資で一番大切な20の教え、ハワード・マークス。53ページの4、価格と価値の関係性に目を向けるを読みます。投資は良いものを買うことではなく、物をうまく買うことで成功する。バリュー投資の有効性を確信するようになり、ある株式がその他の資産について本質的価値を推計することができるようになったとしよう。さらにその推計値が正しいとしよう。だがそれで終わりではない。どのような行動を取るべきか知るために、その資産の価格が本質的価値に対してどの程度の水準にあるかに注目しなければならない。ファンダメンタルズと価格の間に健全な関係を築くことが投資を成功させる上で鍵となる。バリュー投資家にとって価格は出発点でなければならない。どんな資産も高すぎる価格で買ってしまえば悪い投資になるということは繰り返し立証されている。そして十分安い価格で買っても良い投資にならないほど悪い資産はほとんどない。A しか買わない、 A は優れたアセットクラスだなどと断言する人は、 A ならどんな価格でも買う、そしてどんな価格でも B や C や D より優先的に買うと言っているも同然に思える。だがそれは間違っている。いかなる場合でも高いリターンが保証されるアセットクラスや投資はない。妥当な価格というものがあればこそ魅力が生じるのだ。もし私の車を買わないかとあなたに持ちかけたら、おそらくあなたはイエスかノーと答える前に価格を聞くだろう。投資においても価格が妥当かどうかを注意深く考えずに判断を下すのは愚かな行為である。しかし価格水準を熟慮することなく投資判断を下す人々は、1990年代末のハイテク株ブームのように欲しいものをただそれだけの理由で買ったり、70年代から80年代初頭のジャンク債のように欲しいと思えないものには手を出せなかったりするのだ。まとめると、価格と無関係に良い投資アイデア、悪い投資アイデアと言えるものはない。2003年7月の顧客向けレターより。何かを公正な価格で買ったら、そのリスクに見合ったリターンが期待できるというのは効率的市場仮説の根底にある前提条件であり、完全に理にかなっている。しかしアクティブ投資家はリスク調整後で公正なリターンではなく、それを上回るリターンを求める。公正なリターンで満足できるのなら、インデックスファンドでパッシブ投資を行えば様々なトラブルも防げるではないか。本質的価値と同じ価格で何かを買ってもあまりうまみはない。そして本質的価値を上回る価格で買うのは明らかに間違った行為である。高すぎる価格で行った投資を成功させるにはかなりの努力か幸運が必要となるからだ。前章で触れたニフティフィフティについて思い出してほしい。株価のピーク時にそれら大手企業のほとんどの株価収益率 PER は80から90倍に達していた。ちなみに戦後の一般的な株式の平均 PER は10倍台の半ばである。しかしニフティフィフティ信奉者の誰にも行き過ぎた株価水準について懸念している様子は見られなかった。だがそれから数年で全てが一変した。1970年代前半になると株式市場は冷え込んだ。中東産油国による原油禁輸措置などの外政要因やインフレ率の上昇で先行きが不透明になり、ニフティフィフティ株は暴落した。80から90倍あった PER はわずか数年で8から9倍に低下し、
米国の超優良企業に金をつぎ込んでいた投資家は元手の 90% を失ったのである。偉大な企業と見込んで投資したのだろうが、買った価格が間違っていたのだ。オークトリーでは、良い買い物は半ば売れたも同然という言い方をする。買ったものについて、いくらで、いつ、誰に、どんな経路で売れるか考えるのに多くの時間を費やさなくて済むという意味だ。安く買ったのであれば答えはおのずと出てくる。本質的価値に関する推計が正しければ、その資産の価格はやがて本質的価値へと修練していくからだ。56ページ。企業の価値とは何だろう。突き詰めればこの問いにたどり着く。良いアイデアや素晴らしい事業だけでは株式を買う根拠として不十分である。妥当な、できることなら割安な価格で買わなければならないのだ。2000年1月の顧客向けレターより。さて、ここで疑問が生じる。価格には何が織り込まれるのか。買いを検討する者が価格の正しさを確信するためには何に注目すればよいのか。もちろん、その証券のファンダメンタルズに基づく価値なのだが、ほとんどの場合、証券の価格は、そして短期的な変動は主に2つの異なる要因に左右される。心理とテクニカル要因だ。大部分の投資家、とりわけ大部分のアマチュア投資家は、テクニカル要因についてほとんど知らない。テクニカル要因はファンダメンタルズ、つまり本質的価値とは無関係に、証券の供給と需要に影響を及ぼす要因だ。2つ例を挙げよう。1つは、信用取引を行っていた投資家が市場の暴落で証拠金追加預け入れを迫られて行う投げ売り。もう一つは、ポートフォリオマネージャーの買いを誘うミューチャルファンドへの資金流入だ。いずれの場合も価格とはほとんど関係なく、証券取引を行う必要が生じる。率直に言うと、最良の投資方法とは、暴落時にどんな価格でもとにかく売らなければならない人から買うことである。これまでに我々が成功させた投資の多くは、このような状況で行われたものだ。ただし、注意すべき点が2つある。投げ売りする人から買い、どんな価格でも良い買い手に売るというやり方で、投資家としてのキャリアを築くことはできない。このような相手は常に存在するわけではなく、危機時かバブル期という稀にしか訪れない極端な状況でのみ出現するからだ。投げ売りする人から買うことはこの世界で最良の選択肢だが、投げ売りする側になるのは最悪の道である。したがって、最悪の時期に資産を売らずに保持できるようやりくりすることが不可欠だ。そのためには長期資本と心理的な強さが必要となる。ここで話は価格に非常に大きな影響を及ぼすもう一つの要因、心理へとつながる。心理的要因の重要性はどれだけ強調してもしすぎることはない。本書でも心理学、投資家心理とその諸状態への対応について数章にわたって論じているほどだ。本質的価値を算定する際の鍵は高度な財務分析にあるが、価格と本質的価値の関係性、そしてその見通しを理解する上での鍵は、主として
他の投資家の心を読むことにある。短期的に見ると投資家心理はファンダメンタルズとは無関係に証券の価格をいかようにも動かす要因となりうる。投資の世界で最も重要な学問は会計学でも経済学でもなく心理学である。鍵となるのは今現在投資を従っている人と従っていない人について知ることだ。将来の価格変動は投資したいと思う人がこの先増えるか減るかで決まる。投資は一種の人気投票であり、最も危険なのは人気の絶頂にある資産を買うことだ。ピーク時にはあらゆる好材料や好意的な見解が価格に織り込み済みであり、それ以上新しい買い手は現れない。最も安全で最も高い収益性が見込まれる投資をするには誰も欲しがらないものを買えばよい。時間とともにその資産の人気や価格が変わるとしても情報にしかいかないからだ。1994年1月の顧客向けレターより。明らかにこれも1番非常に重要で、2番習得するのが極めて難しい分野の話である。第1に心理は捉えどころがない。第2に他の投資家の心にのしかかり、その行動に影響を及ぼす心理的要素は自分の心にものしかかってくる。後の章で述べるように、こうした背景から人々は優れた投資家がしなければならないことと正反対の行動を起こしがちだ。自己防衛するには市場心理を理解するために時間と労力を投じる必要がある。絶対に理解しておくべき点は、ファンダメンタルズに基づく価値は証券を買う日の価格を決定する要因の一つに過ぎないということだ。心理とテクニカル要因も味方につけられるよう心がけなければならない。はい、59ページ。根気強いバリュー投資の対極にあるのは闇雲にバブルに乗じるやり方である。バブルにおいて本来あるべき価格と本質的価値の関係性が完全に無視される。すべてのバブルの始まりには一抹の真理がある。チューリップは美しく、17世紀のオランダでは希少価値がある。インターネットは世界を変える。不動産はインフレに強い資産で、住宅であれば住み続けることができる。一握りの賢い投資家がこうした心理を見出し、あるいは予見し、その資産に投資して利益を上げ始める。すると他の者がそのアイデアに飛びつき、あるいは単純に金を儲けている人がいることに気づき、同じように買って価格を釣り上げる。価格がさらに上昇するにつれ、投資家は簡単に金儲けができる可能性に一層欲を燃やし、価格の公正さについてどんどん考えなくなる。前の章で、人は価格が上がっているものを買いたがらなくなるが、投資においてはしばしば価格が上がっているものを買いたがるようになるといったことを書いたが、この現象が極端な形で現れるのだ。例えば2004年から6年にかけて、米国民は家やマンションについて良いことしか思い描いていなかった。マイホームを持つというアメリカンドリームの実現、インフレに強いというメリット、安く借りられる住宅ローン、ローン利払いの税控除、そして
住宅価格は上がり続けるという究極的な共通認識だ。このように分別を変えたブームがその後どうなったのかはご存知の通りである。絶対に損しないという罰当たりな考えはなぜ起きたのか。ハイテク株バブルではもっと高い価格で喜んで買うものが他にいると信じて疑わなかったため、買い手は株価が高すぎかどうか懸念することがなかった。残念ながらより愚かなもの理論は永遠に有効なわけではない。やがて価格水準バリエーションが重視されるようになり、より愚かなものは現れなくなる。そして最後に貧乏くじを引いた者が報いを受ける羽目になるのだ。株式の背景にある好材料に偽りはないかもしれないが、高すぎる価格で買えばやはり損をする可能性がある。そうした好材料と周りの誰もが大儲けしているらしい状況から、それまで輪に加わることに抵抗していた者も結局は降伏し買ってしまう可能性がある。ある銘柄グループ市場のピークは最後まで抵抗していたものがついに買い手となった時に訪れる。そのタイミングはファンダメンタルズの変化と無関係な場合が多い。価格が高すぎという言葉は次に相場が動くのは下方向という意味からは程遠い。高すぎる価格が長く続いたり、さらに上昇したりする場合もあり得る。それでもやがてはバリエーションがものを言う時が来る。2000年1月の顧客向けレターより。問題は魅力的という言葉がバブルの渦中ではどんな価格でも魅力的という意味にすり替わってしまうことだ。よく聞くのは、安くはないが過剰流動性のせいでまだまだ上がると思うといった言い分だ。理由の部分には過剰流動性に限らず様々な要因が入る。違う言い方をすれば、もう十分に高いがまだまだ高くなると思うである。このような考え方をもとに買ったり保持したりするのは非常に危険だが、そうやってバブルは膨らんでいくのだ。バブル期には市場の勢いへの陶酔が本質的価値や公正価格といった概念にとって変わり、強欲、それに加えて周りが楽に金儲けしているらしい様子を傍観している辛さが、他の状況なら発揮されるかもしれない慎重さをかき消してしまうのだ。まとめると、私は堅実な本質的価値の分析に基づく投資アプローチが最も信頼に足ると考えている。一方で本質的価値とは無関係に利益をもたらすものを当てにすることは、おそらく最も信頼性が低いやり方だろう。62ページです。ここで投資収益が得られる可能性のある方法について考えてみよう。資産の本質的価値の増大で利益を得る。問題は本質的価値の増大を正確に予測するのが難しいことである。さらに増大の可能性に関する一般的な見方は通常資産価格に織り込み済みであるため、コンセンサスとは異なる優れた見方を有しているのでなければ、すでに増大余地の分は価格に織り込まれている公算が大きい。一部の投資分野、とりわけ未公開株式と不動産の分野では、支配的な投資家が資産を積極的に運用して本質的価値の増大を目論むことが可能だ。やってみる値打ちはあるが、時間がかかる上不確実であり、
高度な専門性を必要とする。また、例えばすでに優良な企業である場合、資産の質の向上を実現させるのが難しい可能性もある。レバレッジを効かせる。ここで問題なのは、レバレッジを使うことが投資の質の向上や利益が生じる確率の上昇につながらない点である。レバレッジは利益あるいは損失が生じる際にその規模を増幅させるだけである。また高レバレッジのポートフォリオの場合、価格や流動性が著しく低下すると破綻リスク、取引を継続できなくなるほど投資資本が減少する確率が高くなる恐れがある。保有資産の担保価値が貸し手との契約で定められた水準を満たせなくなり、返済を迫られる場合もあり得るからだ。長年レバレッジは高いリターンを生み出す要因として注目されてきたが、一方で極めて深刻な危機や暴落の背景にもなってきた。保有する資産を本質的価値を上回る価格で売る。誰もが売ろうとしている資産をその本質的価値を上回る価格で進んで買ってくれる買い手が現れることを望む。だがもちろんそのようなカモの到来は当てにできない。割安な資産の価格が公正な水準まで上昇する場合とは違い、公正なあるいはそれを上回る価格の資産の値上がりを期待するには、買い手側の不合理な行動が必要であり、全く頼りにすることはできない。資産を本質的価値を下回る価格で買う。私の考えでは、これこそが金儲けをする上で最も信頼性の高い方法だ。本質的価値を下回る価格で資産を買い、価格が本質的価値に向かって上昇する間、保有するのに幸運を引き寄せる力は必要ない。市場参加者が現実に目を覚ませば良いだけのことだ。市場が正常に機能していれば、本質的価値の磁力が価格を引き上げてくれるのだ。投資利益を上げる可能性のある方法すべての中でも、安く買うことが明らかに最も信頼性が高い。ただし、この方法も確実に有効なわけではない。現在の本質的価値について見誤ったり、何らかの出来事で本質的価値が低下したりする可能性もある。また、市場参加者の投資姿勢や相場の軟化で売りが加速し、価格が本質的価値をさらに大幅に下回る恐れもある。あるいは、経済学者ジョン・メイナード・ケインズが、市場はあなたが支払い能力を保てる期間よりも長く不合理な状態を続けることができるといったように、価格が本質的価値に修練するまでに想定よりも長い時間がかかるかもしれない。このように本質的価値を下回る価格で買う方法は絶対に確実なわけではないが、それでも最も信頼性の高い選択肢である。第4章でした。